神奈川が異臭問題で揺れているはいこんにちはたくですえー、なんかね異臭騒ぎがえー、まあ三浦半島の方からあってでそのねなんか毎月のようにあるらしくてそれがあった後えー、最近ね横浜駅周辺でもあったらしくてえー、まあすごいね、えー、ニュースになってますまああの田舎のね あの三浦半島の田舎の方であってもそんなね大したニュースにならないんだけどやっぱりね横浜で起こるとすごいニュースになりますねでまあみんなねあのざわざわしてるんですけどそ,れでそのことで僕ね今日ねあの日朝動画あげたんですよじゃあねあの 横浜在住だと思われるような、ねえー、方も含めてね、あの結構、ねえーまあ、僕に対して、ねえー、コメントが来ました。で、あのまあ、正直であの僕はそこで、ね、あのこの異臭の、ね、原因を早く、ねえーまあ、突き止めることが大切で、まあ、それが、ねえーまあ、いわゆる、ね、神奈川、横浜も、ねえー、含めてその、まあ、安心で安全な、ねえー、街っていう。 まあ、名誉のために必要だっていう話をしてで、そのための、ねまあ、推測っていうことで、えー、いくつか挙げさせていただきました。まあね、あのぶっちゃけ、ね、あのガスの成分を分析するとか、あとヒアリングでね、どういうものなのかとか、どれぐらいの範囲にわたってるとか、そういうことをね、まあ ヒアリングの分析と2つ含めてだいたいね、えー、すぐね、会社であればね、あのそう化学物質を扱ってるとか、ガスを扱ってるとか、そういう会社であればすぐね、割り出せます。あのなんで割り出せるかっていうと、そういうね、薬品とか、あのいろんなね、えー、化学性のものって、あのちゃんとね、管理してます、日本の場合はね。だからどういうい成分 だろうってある程度、特定できたら、あとはねあの、会社を絞り込めるわけだから、もう10件とかね、10件とか15件ぐらいだったら、もう全部当たったらいいわけで、まあ、それはね、やる気があるかないかの問題だけなんですよ、<laughs> あの結論を言うと <laughs> で、やる気があるかないかの問題だけですぐかやれば分かることだと思うし、でもしくは、そのね、ヒアリングの内容がね、 あの微妙でね、なんかガスの匂いとか言ってるけど、まあ、これ僕の推測でもあるけど、あのそもそもガスってね、にいないんですよあの。なんかね、ガスの匂いって何を勘違いしてみんな言ってるのか知らないんだけど、一周騒ぎ。あのガスってそもそもねあの、無臭で匂いがそもそもない。あってもちょっとしかないから。 あのそもそもガスの匂いっていうの何を表してるのか僕には意味がわかんないとかそういうことを結構言ってたらねあの恥ずかしいから <laughs> なんか横浜市備ドヤ顔して言うのやめてくれとか言ってこうやってくるんですけど <laughs> いやいや僕は正しいことを言ってるわけであってあのあのねガスの匂いってそもそもないでしょ <laughs> あの あってもほとんどないからだからそのその匂いが何の匂いなのかってちゃんとねあの言葉でちゃんと発言してちゃんとねえ説明しないとなんとなく匂いがあるみたいなさもうそんなんだったら何も調査進まないじゃんだからさあの本当にねどういう匂いでどれぐらいの範囲の人がどうなってるかっていうのをちゃんとねえやってあと機体の成分ねこれも分析したら絶対すぐ分かることなんですよまあ日本 は狭いからなのにもうやる気がないのかその分,分析してる市民のレベルが低いのか、まあ、どっちか知らないんだけど、うん、ちょっとねは早くやってくれよって感じなんですよ、うん、でで、ね、僕のとこにさコメントが来てなんか恥ずかしいからそのドヤ顔して言うのやめてくれとか言ってさ <laughs> まあま結構ね僕の動画で横浜市民 川県民の人も結構見てるし、もちろん東京都民も見てるし、いろんなね、関東周辺、関東周辺だけじゃなくて、全国いろんな人見てるんで、これをねあのきっかけにね、やっぱりあの注目度をねまあ集めてるわけなんですよ。だから早く解決した方が絶対いいと思いますま。ああの南のね 三浦半島の方とかね、まあ起きてたらさ、あの、まあ、田舎だからさま、まあいいやみたいな、そういうね風潮があるんかもしれないけどさ、うん、そんなね、毎 <laughs> 月のギロより怒ってるよりのにさ、早く調査してしてよって話ですよ、普通に、うん。普通にね。外国とかだったら大陸広いしさ、そのなんかちょっとガス出てても、なんかとかなんかあってもさ、その 広いんですぐね、機体ってどっか行っちゃうわけで、あのー、それをね、あのー、こう、収集して分析するってなかなか難しいです。えー、体力は広いから。でも日本狭いから、すぐね、あのー、あのなんかそういう変なにいがあるってなったら、すぐね、えー、人がね、集まってきて、その機体をね、捕まえて、あと分析したりすぐできるんだから <laughs>、やるかやらないかでしょ、どう考えても。その後のアクションもするかしないかで。 でこのね、なんか横浜駅周辺でなんか異臭があったときって、なんか金沢、西区なんですけど、横浜駅周辺、西区だけじゃなくて、あの金沢区でもあったらしいんですよ。ということは、この高速沿いの縦の、うんまあ、ラインに何かね、えー、車とかトラックで、まあ、そういう機体系、分かんないけど、何か走ってる可能性は十分あるから、じゃ高速の今度、そこの時間帯に通過してる、例えば車の、えー、種類とか、 えー、そういうい化学薬品とかそういう扱ってる会社の車を調べど,どこの車が通ってたかとか調べたらそれでもある程度ね割り出せる可能性は十分ありますよね、まあ、高速とは限らないかもしれないけどさ一番だってさか、あのー、西区か金沢区っていったらどうしてもこの高速じゃないのってしかも横浜駅周辺であったんでしょうってなると大体その周辺の車を割り出したらいいわけじゃないですか。 そういうことも含めて、えー、いろんなことできると思うんですよ、機体成分の分析、あとヒアリング、えーまあ、高速とか、の車の通行を調べるってことで、まあ、いろんな、ね、角度からいろんなことができると、まあ、思います。ということで、えっとまあね、横浜は、ね、これからまあ安心で安全な、ねまあ、街になるために、これは、ね、早く何かっていうのを調べる必要があります。 で逆にねあの、わかんないってなると、これはね、なんかテロだったりね、なんかね、えー、そういう悪い人たちがなんかしてる可能性もあるから、それはそれで余計でえ、みんな不安になるからさ、うん、早く分かった方が僕はいいと思いますね。うん。すぐだって割り出せるもんだから、<laughs> 普通にね。割り出せないってことは、なんかそういう、えー、やばい人たちがなんかやってるんじゃないかなっていう方に、えー、社会は流れてしまうので、うん、早く、まあ結果を。 に結果をね、出すというかさ、早く、えー、やった方が僕はいいと思いますね。もうね、あのー、まあ、この一般社会はね、すごくね、なんかこれでね、もうざわついてるというかさ、うん、ざわついてますよね。まあ、俺にね、なんか、ドヤ顔するだとか言ってね、<laughs> <laughs> ああ、それだけじゃないけど <laughs>、なんか、横浜市備、横浜市備 <laughs> を代表してね、なんか言ってるからね、うん、まあ、ちょっとね、 嫌な顔してる人たちはいるんかもしれないけど、まあ、ぶっちゃけね僕の言ってることは正しいんで、うん、正しいしあの、前向きな建設的な話をしているので、えー、今日はこれで終わりたいと思います。えー、ありがとうございました。